こんばんは。こんばんは。21歳ですか。え、そうだよ。なんか趣味あるんですか。え、趣味？趣味ね、ちょうど今さ、雪降る季節じゃん。そうですね、雪降ってます、こっちでも。そう、雪降ってる数を数えるのが趣味なんだ。適当に答えすぎ。大丈夫。うん、え、本気本気。それ季節限定感すごくないですか。いや、そうだからね、そう、冬しかさ趣味が行えないっていう。普段からそんな感じのこと言ってるんですか。え、何、バカにしてるの。いや、バカにはしてないですよ、全然。え、絶対バカにしてるじゃん。え、絶対バカにしてないですよ。なんなら僕の趣味言いますか。はい、どうぞ。畳のあの細かいやつ数えるの趣味。畳のあの細かいやつ数えるの趣味。いや、同じじゃん。ねえ、だからバカにできないですよ。ソウルメイトじゃん。ソウルメイト。ソウルメイト。なんすか、クラスメイトみたいな。言ってないし。うん、そういうスタンスですね。わかりました。はい。そうです。うん、そうですか。はい。あ、もう分かりました。はい、もう分かりました。はい、私のすべてを分かってくれたんですか。え、喧嘩します。いいですよ、全然。え、いいですか。いいですよ、全然。やんのがデミグレ。おお、すげえ。やんのがグレ。すげえ。全然喧嘩してくんないんだけど。うわ、すげえ。おい、全然喧嘩しないやん。うわ、すごい。いや、な、喧嘩は。あれ、喧嘩どころじゃなくなりましたね、今。そう、平和。平和。え、配信者かなんかですか。配信一応、はい、やってますね。今もやってるんですか。あ、今やってない。普通に YouTube に上げてるんで。え、なんていう名前ですか。え、ひらがなでジュラで。ジュラさん。はい、ジュラで検索したら出ると思います。もしかしたら相当すごい人に。いや、全然全然全然、本当に最近始めたんで。あー、マジですか。そう。あ、よかったら見てください。すごっ。いやー、やられた。普通にやられたな。え、やられた、ごめんね。いや、うまいっすね、普通に。なんかあの作った感じのじゃなくて、なんかリアルっすよ。あ、よく言われる。かなりリアルっす。あざっす。性格と声のマッチがすごいです。お、性格はやばそうじゃなかった。雪降ってる数を数えるのが趣味なんだ。いやー、いや、いるんかなと思いました。いや、ほんと雪を数える人はいないだろう。すごい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひ見てください。はい、見ます。